じゃあ本日ショーチャンネル1回目でーす。公開企画会議で言っていた通り、第1回目のゲストは杉浦ぼっちでございます。よろしくお願いします。すいません、あの大島ジョーじゃなくてすいません。違う、あのちょっと、ね、今からちょっと違う、編集が悪かったよ。いや別に私あの補欠じゃないんですよ。いや最初から杉浦さんとは喋りたいなと思って一つの企画で、ジョーさんはジョーさんで、まあ、全然別のジャンルでお仕事をしたいなって言って、いろんな男優さんと女優さんとか監督とかいろんな人と喋りたいなっていう一発目なんですよ。いやだから別に大島さんがあの今日来れなかったっていうわけじゃないんですよ。1回目ボクさんなんですよ。あの暇人なんで、そんなことないですよ。忙しかったじゃないですか。いやそんなこと、俺意外と下旬まで会えないんだと思って。ああ、いいんですすいません、本当にね、今日はありがとうございます。っていうことで、はい、この間の企画会議でね言った通りに、あの杉浦さんが何を食べてるのか、どんなものを食べてコンディションを維持してるのかとか、うん、あとおじさんおばさん何食べてんのかな普段っていうので、今日は持ってきてもらいました。でも近づけた方がいいあ、それこっち持ってきていただけるね。はい、じゃあ料理の説明なんか、ボクさんやってるの一番やって、お願いします。すごい素晴らしい、はい、ま、このカットで見ますか。はい、これはあれですね、サーモンとアスパラが乗った明太パスタですね。はい、これめちゃくちゃ気になるんです。あ、これですか。これは、マダイと、トマトの、カルパッチョ風みたいなやつですね。風ですね。風のね、皮が映ってなかったね。見つけちゃってるんで。はい、これですか。はい、これぐらいでね。はい、カルパッチョ風ですね。で、あとは、すごい春らしい。いや一応、ベーコンとアスパラと、エリンギとタケノコの、黒胡椒炒めですね。はい、以上でございます。はい、こんな感じで。なんでしょう、ちょっとイタリアンっぽいんですかね、全体的に。あ、まあ、あと、一応ね、なんか、一応旬のものっていうことで、まあ、タケノコとアスパラは旬だなと。でも、旬のものを食べると、やっぱパワーつきますもんね。まあ、あとはね、アスパラって、うん、あの、アスパラジン酸っていうのが入ってて、うんうん、まあ、割とそういった性、増強剤じゃないんですけど、多少でそういうアスパラとかには入ってる。だからあのなんかスポーツドリンクであったりとか、うん、あとエナジードリンクとか、たまにそういうのが入ってる、ね、アスパラギン酸でね。あ、それなんだ。アスパラギン酸は分解できる人とできない人がいるんですよね。だから僕はアスパラ大好きなんですけど、アスパラ食べると今もおしっこの匂いが、強烈な匂いが、まあ、それでも好きですよ。匂いがその食べ物が出る人っていうのは逆にあの吸収できないかもしれないですね。なんで一応こんな感じで、まあ、あとタケノコもね、今旬やっぱあれですよね、ちょっとタンパク質多めですよね。あ、意識されてるんですか、あんまりそれは意識してないですけど、どっちかっていうと、なんだろうな、お料理バッグみたいな。いいです、ストレスフリーっていうかね、あんまりこう自分の食べたいものを作って普通に食べる。だっていつも美味しそうなの食べてますもんね、ツイッターでね。でも基本的には安い食材探してきて。安いんですかこれ。そんな高くないですよ。いやでもそれでこれだけのことできるってすごいじゃないですか。男の人でここまでの料理できる人って素晴らしいですよね。いやいや、別にあの我流というか。我流って書いて我流っすね。ラーメン屋みたいな。まあまあ、でも正直僕35、まあ40何前ぐらいまで全然料理しなかったんで、うん、何がきっかけですか。ね、まあちょっと家庭の事情というのがあれなんですけど、それまではだから料理しなかったんで、家庭の事情がよくわかんないんですけど、そこはねちょっとね僕のね喋れない部分とか、だからそれから一人暮らしを始めたってことですか。いやね、東京はしてるんですよ親と、まあその辺で、まあまあその辺のやつで、はい、年相応にいろいろとね大変なことがやっぱり出てくるんで、そういう感じですかね。じゃあこれは別にカットしなくてもいいですよ。で、
で35ぐらいから、まあ作り始めたって感じですかね。そうすると何年だ、10年ちょっとですかね。それでこれですね。まああと特に最近やっぱりあれですね、まあコロナ禍じゃないですか。そうですね、ご飯作ること多くなりましたよね。てか夜帰っても何もやってないじゃないですか。まあ、あの某ハンバーガーチェーンか、某牛丼チェーンしかやってないんで、やっぱりそれだとちょっとね。あとスーパーしかね、やってないけど、スーパーも終わってる時もありますもんね。前までね、24時間以上の、まあ、有名あの弁当チェーンがあったんで、であれってほらと、結構取り分けでいろいろと取ったじゃないですか。でも今、できないじゃないですか。だから、そういうのも含めて、だったら自分で作った方が早いかな。しかも、あのうちのマンションがいっぱいそれだったんですよ。潰れました。なんでだろうと思って、あんな大人気なのにね、台所じゃないですか、町の。あのオペレーションが大変みたいですね。そうなんだ。だから従業員雇ったりとか、それに伴ってプロが大変みたいなね。ちょっと社会問題みたいな。NHK みたいな。あのそれより僕の紹介は済んだんで、ね、紹介の方でしょ。もう私なんて本当適当ですよ。はい、なんかはい、片手です。野菜スティックです。これでディップ作りました。これはなんだっけな、サワークリーム、私顔出した方がいいの？サワークリームと味噌とマヨネーズです。はい。でもね、美味しいですよね、野菜スティックってね。あとこっちが。手羽元、鶏の手羽元と大根の煮物です。こうか。顔映そうか。食べましょうか。はい、じゃあいただきましょう。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。第1回目。こちらこそありがとうございます。いや、嬉しいな。人のご飯食べる。いや、わかるでしょ。あの一応ちゃんと清潔に。大丈夫です。もう私たちはだって清潔じゃないですか。僕清潔ですか。清潔ですよ。どうぞどうぞ。いいですか。何にしよう。好きなのを取ってください。パスタにしようかな。あ、どうぞ。ねえ。なんだっけ、アスゲリンだっけ。アスパラ。じゃあ、アスパラギン酸。アスパラギン酸。あと、ごめんなさい。オニオンがちょっと入ってます。あの新玉ねぎ。玉ねぎのにはすごいたっぷりしました。皆さん食べません？どうぞ、皆さんもよろしく。ちょっとね、ごめんなさい、固まってるの。いいんです。だってほら、あの冷たい明太パスタ、サラダスパみたいなことですよね。すごいよね、綺麗に盛り付けてあって。いやいや、雑ですよ。本当だったらもっとね、豆にやりたいんですけど、じゃあ僕、こっちをいただきます。素敵ですよ。そう、あのお皿持ってるんだったらどうぞ。こちらでもいただきます。いや、こっちの位置からいただきますよ。はい。はい。あと、どうぞ。あのね、いつも6時なんですよ、ご飯が。だからお腹ペコペコなんですよ。はい、全然大丈夫です。あ、そうですね。あ、そうです。もうこれ取り分けにしてみますか。やだ。はい、どうぞ。じゃあちょっといいですか、これいただいて。出した。ここまでじゃ。これでも手で食べてください。よいしょ、あのスティックは。じゃあ、いただかせていただきます。いただきます。いただきます。はい。野菜スティック、あ、じゃあ先生から。やばい。ディップソース濃厚で美味しいですよ、これ。濃厚なんですよ。多分これ味噌が結構効いてるのかな。まあすげえ適当に作ったんで。いやいや、美味しいです。いただきます。じゃあ僕もいただきます。はい、どうぞ。じゃあ私もいただきます。はい、なんだっけ。パスタです。いただきます。美味しい。人が作ったご飯と美味しいです。めっちゃ幸せ。でもやっぱりあれなんですよね。野菜一人とかで食べると野菜がやっぱり一番不足するじゃないですか。そうなんですよ。ほら現場弁当ばっかりじゃないですか。だからやっぱ野菜多めにね。で弁当ってね。まあいろいろあるけど、やっぱり揚げ物系とかね、そっちが多いから、煮物
なんか女優、本当ですか？ごめん。美味しい、すごい美味しい。本当ですか？焦げちゃったけど。いやいや、焦げてないですよ、焦げてないとこもお家なんですけどね。美味しいです。だって現場はさ、最近女優さんに合わせてなんかお弁当を選んでくれるところもあるから、意外とヘルシーにはなってきましたよね。増えたしね、今ね。まあ昔と比べるとね、お弁当、なんか昔はもっとなんか揚げ物ばっかりとか、中華ばっかりとか、ね、そんなの多かったですけど、最近割とね、あの、なんだろう、そう、ヘルシーな。健康志向になってきてるね、みんなね。お、鶏もよく煮えてますね。いや、鶏美味しいですね。美味しい。あと、牧さんのそのパスタは、これ優しい味なんですよ。すごい優しくないでしょ。優しい味なんですよ。めちゃめちゃ美味しいですよ。あの結構食える感じです、うん、あのいっぱい食べられちゃう感じ。あ、ありがとうございます。なんか若い人いなくなっちゃう。若くないですよ。もぐもぐ食べてるだけなんですけど。でも普段あの例えば、はいはい、私 NG 店で何でも聞いてくれ。いや、ご自宅で家事とかしてます、はい、してますよ、子供いますからね、うんうん、でも大変じゃないですか、結構ご飯、うん、なんだろう、でももう習慣になっちゃいますよね、うん、あとそんなに別に、あ、でも本当にあれですよね、この1年この中で、うん、そういう料理のコンテンツ、うん、なんかズボラ飯とか簡単に作れるよっていうようなコンテンツ増えましたので、うん、あれで結構メニューが増えるようになりましたよね、うん、いただきます。あ、どうぞ。あとで取り替えましょうか。あ、大丈夫です。これで大丈夫。はい。翔太さん、それ取り増しですよね。やっちゃった。やっちゃった。やっちゃった。先生。そのまま食って。まあ、確かにズボラ飯とか、うん、そういう、なんだろう、簡単なの、まあ、レンチンとかね、いいと思うんですけど。レンチンは嫌だな。なんか私も、いや、なんかあれですよね、あんまりその缶詰とかはいいけど、冷食はあんまり好きじゃないんですけど。ああ、うん、なるほどね。あ、でもね、野菜の冷食はいいけどね、解凍して。割と、最近ね、まあ、ちょっと名前出していいのかわかんないですけど、ほら、業務スーパーの冷凍食品あるじゃないですか。あれって結構使い勝手すごいですよね、うん、特にブロッコリーとか芋とかね、うんうん、野菜いいと思うよ、うん、でもね、完全にもう レンジでチンして、コンビニご飯とかも食べないんですね。あ、はいはい、うん、ご飯、あのね、ご飯炊くのが一番めんどくさいかもしれないです。うちね、ガス釜なんですよ、今だに。素敵、素敵、ま、あの多分親の影響なんで、いまだにうち、あの僕ガス釜しか使ったことないんですよ。いわゆる電気の炊飯器って使ったことないんで。でもガスも美味しいですよね、だからまとめて炊いて、あのパックに入れといて冷凍するんですけど、うん、あのそれが切れちゃうとやっぱりどうしてもあの、うん、簡単ないわゆるレトルトご飯をちょっと使う時もあります、ね、うんうん、まあでもそれはしょうがないね、うん、なんか時々あのフライパンでご飯炊いたりします、うん、おー、はいはい、うん、パイで作ったフライパンで、あ、はいはい、フライパンで、ね、結構早いじゃないですか、十何分で作るじゃないですか、うんうんうん、この間一回ガス釜でガス釜って普通のお釜ですよね、で、お釜で、うん、であの顔漫画できるかなと思ってチャレンジしたんですけど、うん、まあまあすごい多いもんね、炊飯器で作るやつとかね、うん、でもまあまあそれなりにはあれでしたけど、やっぱりね、うまくはいかなかったですね。そうなんだ、何個的？5合までは食べますね。あ、そんなに食べるんだね、うんうん、そうね、うちもうちも食べて喋ってるから、ね、え、そうだ、なんかこの間、うん、あの私結構ゲップが出ちゃうんですよ、はいはいはい、で、ある人に女の子の子供ができるんだよって言われて、うん、って思って、うん、私ずっともう生き
て51年生きてきて別に好きな男の前だろうと何だろうとゲップ出しまくってたんだけど、うん、それはおならと匹敵するぐらいダメなことだよみたいな。どう思います？どう思いますか？僕は逆に全然気にならない好きな女の子ね、うん、どっちが嫌ですか？おならとゲップ。いや、どっちも全然気にならない。気にならない、うん、え、なんかちょっとめちゃくちゃ揉んでるって一言言った方がいいんですか？出そうな時ってでも出そうじゃん、女の子って、うん、でもゲップって意外とゲボって出ちゃう時あるじゃないですか、はいはいはい、ビールとか。そう、いや、断りなく僕全然気にしないですよ。へぇ、うん、逆に、うん、心を許してたりとか、うん、要は緊張がないってことはそれだけ信頼価値が深いってことじゃないですか、うん、ああ、ね、そういうふうに取ってくる、うん、だから大さんってね、いや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 、フェミニストで優しいですね。いやいやいや、そう、まあ、逆に最初のうちからある程度お互いのそういうなんだろう人となりというか、うん、全てが分かった方が、うん、まあ嘘偽りないというか、うん、あれがないじゃないですか、うん、だからその方がむしろその将来的にも全然気にはならない。そうなんだ。え、でも逆にじゃあもう数々毎日現場があればいろんなお嬢さんに会うじゃないですか。はいはい、で、やっぱ私たち、あ、業界に、え、ね、うん、ラッキー19、まあ、今回20年なーそっか、やっぱ20年ってなると、うん、でもその5年ごとにやっぱ女の子たちもなんか変わりますよね、様子が、ね、うん、あとジェネレーションギャップも出てくるじゃないですか、ね、あ、はいはい、うん、で、あの、ボキさんが、うん、まあ言いたくなかったらいいんですけど、うん、こういう感じのことってなんか苦手だなみたいなのはあります？大体もう俺たちはどんな女優でも頑張るぜっていう、ね、メンタリティーでいくと思うんですけど、うん、まあ、あの、うん、初対面でいきなりやっぱりその、うん、人見知りとかいっぱいいるじゃないですか、ね、それはしょうがないんですけど、うんうんうん、でも、なんだろうな、やっぱり意思疎通がある程度できないと、うん、特にこの、ね、演者側、まあ、男優自身も女優さんにすることだと思うんですけど、やっぱりね、男優さんともそうですし、スタッフともそうですし、監督ともそうですよね、うんうん、だからそれがないとかなりきついから、きついですよね、やっぱ本人もきついでしょうね、きっとね、うん、なんかこう、だからほじっていけば開くのか、うん、ほじってほじっても出ないともうね、どうしようもないですよね、うん、そういう時でもどうやってメンタリティー保ってるんですか？いや、もうだから昔は何とかしようと思ってたんですよ、うん、まあ45ぐらいまで結構最低なんとか品を変えて頑張ろうと思ったんですけど、最近は、うん、あの、で、まあ、これ多分ね、年齢もあるのだけど、うん、諦めっていう言葉が結構、うん、あ、もう今日はダメだと、ダメな子やみたいなね、うん、まあ、なんとかダメなりにもなんとか最善は尽くすけど、やっぱりそれ以上深く追求しても、まあ、難しいですよね。あんまりでもこっちには影響しないですか？いや、影響しますよ、それ。あ、やっぱり、うん、すごい今でかいこと、それはそうですよ、ね、それはめちゃくちゃ影響しますよ。だって男優さんたちって本当あのほらユーザーさんとかファンの人たちってその男優さんの仕事とすごい大事があるんですよ、うんうん、なんかセックス的だみたいな、うん、全然そんなことないですよね。まあそうです ねやっぱりね、プライベートでやるのとお仕事でやるのは全然違うので、ね、うん、だって選べるわけじゃないんですもんね、うんうん、だからその逆の時にじゃあどうかっていうことですよね、うん、だからあの男優も大体デビューして、うん、まあ、最初のうちって、うん、まあ、年齢に関係なく素人設定であったりとか、うん、童貞設定であったりとか、うん、割と受け身だったりとか、うん、好きにやっていいよっていうような感じなんですよ、うん、だからそれ分かると思うんですよ。その時は、まあ、割と要するに、うん、まあ、自由だから、うん、割と自分の思いかかってるんですよ。じゃあこれがいざだんだんキャリアを積んでして、まあ、その素人手ではもうできなくなった時に、あの、要するにちゃんとお題というかそれなりにこうディレクションがあったりして、俺臭いですか？ちょっと小前がいるんです。昔あの童貞役だったのにいきなりあの童貞役って言ってもない。俺じゃないですよ。ある男優さんがまあ、割とベテランさんで、うん、あの童貞役の人ありますよね。いきなり最初の投入を、うん、あの背面地上から始めた。そりゃないだろうみたいな。あんた童貞でしょ。
もっとぎこちなくしてくれてるんで、すごい男優さんみたいな絡みしちゃう時もありますよね、うん、素人さんだからこそね、うん、だから童貞が、まあ、変な話なんですけど、うん、最近結構若い男優増えてきてると思う、そうですね、多分ね、俺も知らない男優結構いっぱいいるんですけど、うん、で童貞役って言われてるのに結構手慣れた感って、あ、そう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